せてあげる。エレンはこの森のどこかにいるはず。早く探さなければ。ダメ。邪魔な巨人がうようよいやがる。これじゃエレンを探すどころじゃねえ。ひとまず巨人の数を減らそう。そうすればエレンを探しやすくなるはずだ。見せてあげる。それやライナーもベルトルトも敵だったなんて信じらんねえ。奴らの口から直接聞くまでは。このままではエレンが連れ去られてしまう。急がなければ。エレンがおとなしく連れ去られると思うか。いや、力の限り暴れまくるはずだ。大丈夫だ。巨人の数が多いな。無事でいろよエレン。ライナ、ベルトルト、どうしてこんな。素敵だった。さすがだね。君がいてくれて心強いよ。もう終わり。行くわ。やっぱり君は前線に出ない方が。何度も言ってるけどそれは無理。ユミルがさらわれたのに待っているなんてできない。ミカサ、ついてきてちょうだい。同行しよう。ついてきて一緒に戦うよ。この叫び声、もしかしてユミルか。ユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。嘘、クリスト、食いやがった。クリストまで連れ去られるわけにはいかねえ。追わねえぞ。行くわよ。見せてあげる。よし、我々も作戦を開始するぞ。まずは森林内の貴公子を撃破せよ。討伐対象は貴公子のみ、通常種は無視せよ。我々に残された時間はわずかだ。急げ。逃げちゃダメだ。エルヴィンの野郎、飛行士だけを倒せとは一体どういうつもりだ。先ほどの命令、何か狙いがあるような。エルヴィン、何を企んでいる。この貴公子、いきなり襲ってきやがった。誰か手伝ってくれ。
始めましょう。これでいいんでしょ。貸してくれてありがとな。おかげで助かったぜ。見てあげる。素敵だった。始めましょう。素敵だった。行くよ。コウシメ、いきなり襲ってくるなんて。誰か奴の討伐に協力してくれ。君のような兵士が調査兵団にいてくれること、とても心強い。始めましょうか。はい、これでいいでしょ。君のおかげでなんとか助かった。逃げちゃダメ。素敵だ。準備は整った。確保。巨人を引き連れたままでいい。私について来い。見せてあげる。やめろエレン、暴れるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ。誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだ。エルミン、巨人を引き連れてきやがった。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。総員突撃。殺さなくては。行くよ。始めましょうか。それはっ、もう終わり。
げる。やっ、行くの。はじめましょう。はっ、素敵だったわ。はっ、やっ、逃げちゃダメだ。やっ、これでいいんでしょ。行くの。いい働きだ。もう終わり。始めましょう。はい。素敵だったわ。見せてあげる。よりによって拠点設営を邪魔する気か？よし、これで巨人をここへ誘い込めるな。それはユミル次第でしょ。私は邪魔する者を殺すだけ。選んで。ユミルだってライナーたちに従わないと殺されるの。選択肢なんてないんだって。ダメ。
私が尊重できる命には限りがある。そしてその相手は6年前から決まっているので、私に情けを求めるのは間違っている。なぜなら今は心の余裕と時間がない。クリスタ、あなたはエレンとユミル、どっち？あなたも邪魔をするの？よし、ユミルは抑えたぞ。鎧の巨人に取り付け！エレン、今行くから。やっとここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト！いいの？二人とも。仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って、兄を置いていくの？兄なら今、地下深くに幽閉されて、拷問を受けてるよ。今この瞬間にも、兄の体には休む暇もなく、様々な拷問が。悪魔の末裔が根絶やしにしてうん。